はい、ゲロちゃんです。はい、ということで今回の動画はですね、こちらです。こちらライフコーポレーションで購入してきたメイプリーズのショートケーキです。メイプリーズさんのショートケーキをね、今回は購入してきております。ということでね、今回ね、こちらね、セールで100円で売っていたので、100円プラス税で売っていたので購入してきております。ということでね、今回ね、こちらのライフコーポレーションで買ってきたショートケーキをね、食べていきたいと思います。はい、ではね、食べていきたいと思います。いただきます。さーて、おいしいかな。ライフコーポレーションでね、100円でね、セールでやってたんで、1枚ね、食べさせていただきたいと思います。では、いきます。うん、お、おいしい、いける、うまいよ、これ。この生地、一応ね、今口入れたんですけども、生地の方はね、このスポンジですね、スポンジの方は少し粗めがあってふわっとしてます。きめ細かさおかさはない。うん、でも粗いねんけども、まあふわーという感じでなってるかな。だから一応ね、スポンジの方は硬くもないし、味も薄くはない、ちゃんとしたスポンジの味と、そしてちょっとね、粗さがあるんですけども、粗い目のふわっという感じ。そしてこちら、もう一回、ね、食べね。うん、ホイップの方は少しきめ細かさはないね。やっぱりこっちも粗い。ホイップの方もね、粗さがあって甘みがね、ちょっと薄いけど、この100円、この100円のショートケーキにしてはね、すごく美味しくできてると思う。うん、多分ね、これね、セールで100円だから、普段もうちょっと高いと思う。うん、だから一応ね、これこっち側の端の方もね、いただきます。うん、うまいです。いける。100円にしてあらね、めちゃくちゃ美味しい。いちごいこうか、いちご。これは、はい、本物のイチゴですね。これイチゴ何分の1、これ4分の1やで、ね、見て、ほら、4分の1の大きさ。まあしゃあないわな、これぐらいのね、セールで100円でね、出すぐらいのもんやから、イチゴはこんな感じで。いただきます。うん、うまい。ちゃんと酸っぱみあって、歯ごたえもあって、イチゴの新鮮さがある。ね、中にね、冷凍のいちご使ってるところあるね。冷凍のいちご使って、そのいちごの上にね、なんかね、あんま新しいやな、シロップみたいな、うん、つけてるやつあんねんけど、今回はもう完全なね、まともないちご、すごく美味しい。うん、いける、いける、バンバンいっちゃうよこれ。だから多分普段いくらで売ってるかもね、ゲロちゃんちょっとわからないんですけども、ゲロちゃんが行った時はね、100円のセールで売ってたんで、まあ100円のセールで売ってるぐらいが120、125円か150円ぐらいで多分普段は売ってると思います。だからね、皆さんもね、もしね、ライフコーポレーション行った時にね、一応ね、覗いてみてください。多分セールやったから、その毎日あるのかどうかわからないんやけど、うん、美味しく今ね、いただいております。
うまい。うまい。うん。一応でこれね、紅茶に見えるんですけども、ゲロちゃん今ね、コーヒーを入れております。まあゲロちゃんはね、紅茶よりもちょっとコーヒーの方が好きなので、コーヒーを入れて、コーヒーとショートケーキ、いちごですね。いちごのショートケーキを今ね、いただいております。そしてね、メープリー、これどこのメーカーさんやの？どこのメーカーさんの、これ、ゲロちゃん迷惑だからね。あ、メープリーズ。メープリーズさんのいちごのショートケーキです。ね。多分ね、ホームページがネットでね、検索したら出てくると思うんで、皆さんもちょっとね、検索してね、確認してみてください。ということでね、今回ね、このいちごのショートケーキ食べてみたんですけども、非常に美味しいです。値段にしたらね、値段の割にしたら美味しいと思います。まあ、ゲロちゃんもね、100円で購入したんだけど、普段150円がそこらやと思うね。うん。だからその150円とかね、してな、普段の150円にしても、美味しいと思います。だからね、値段よりもうまいと思う。味いけてる。うん。昔はね、100円のねショートケーキでよう売っといたんやけど、100円のショートケーキまとも塗ってるやつってさ、非常にねちょっとね味がね非常に悪かったんですけども、今回このいちごのショートケーキは非常に美味しいです。いきます。うん。そらケーキ屋さんのショートケーキに比べたら味は落ちますよ。うん。ケーキ屋さんのショートケーキに比べたら味が落ちるけども、スーパーで売っている中のショートケーキではね、美味しい方だと思います。うん、うん、美味しい。ゲロちゃんケーキ好きやからね。コーヒーもいけるもうちょっとなんで最後まで食べてしまいます。うんうんうん、うん、うまかった、うん、ごちそうさまでした。はい、ということで今回はね、こちらライフコーポレーションで買ったねメープリーズさんのいちごのショートケーキを食べさせていただきました。はい、ということでね、今回もね、こういう感じで食べさせていただいたんですけども、またこれからもね、いろいろなね、商品を買って、食べてみたいと思っております。そしてね、またつまらない動画もね、たくさん上がっておりますけども、まあ、懲りずにね、見ていただければありがたいと思っておりますんで、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、また、ありがとうございました。バイバイ。